ト愛が世界を救う伝説のファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回ですね、ここ、忍者の里でね、鈴のね、忍びの試練を受けました。そしてね、見事試練をクリアしました。じゃあね、続きの方やっていきましょう。はい、私強い男に憧れているのよね。なんでも他の国では強い男のことをチャンピオンと呼ぶらしいのよ。僕がそうみたいですが。本当？クレスさん、チャンピオンなの？本当かしら？どうやら、本当かしら。じゃあね、早速チャンピオンをつけてみましょう。はい。そうみたいですかってすごいなんかで、本当クレスさん、本当にチャンピオンだみたいね。私感激よ。これあげるわ。レッドカードを手に入れました。チャンピオンのクレスさん、こんにちは。ソードマスターの方が好きでした。じゃあ、じゃあここにいてもしょうがないんで、じゃあ次、とりあえずユミルの森の入り口まで出ましょう。勇者ギルガメスがドラーガーという悪魔と戦った伝説って知ってる？僕はイシュタル伝説にとても興味があるんだ。すごい、イシュタル伝説のアイテム全部持ってるんだね。お兄ちゃんこそギルガメスを名乗りにふさわしいよ。お兄ちゃんに僕が大切にしている収集品をあげるよ。これはめったに手に入らない品物だからね。 B の貯蔵を手に入れました。ギルガメスのクレス兄ちゃんだ。すごいね、肩書きが。ギルガメス、シュタル伝説の武器防具を全て入手した証。そういう言われ方すごいな。ていうか修行しろよお前。何宿屋で丸くなってんだよ。じゃあ、また進めていきましょう。だったな。ということは、ここですね。すいません。ボルトの洞窟なんですが、
さ。これないと。あ、もういけるんだ。ボルトの洞窟から果てはね、モーリアコード仮想場に出てくるから、すごいね、幅の広い、出現範囲の広い敵だな。あれ、これで持ってたのかな。捨てるわけにはいかないんだけどな。だいぶさまよってます。よし、やれた。あれ違うよな。あ、違うな。あ
構シビアだな、ここ。どっか行けろかな。ここ行けって言われてもな。無理だよな。あれ？どうやって突破したんだろうなって思いながら、ちょっと悩んでます。教えてあげましょうか。じゃあ、はい、素直に52万ガルドよ。払いましょう。ライデン、ありがとう。気に入ってもらえたかしら。あー、だいぶ苦労しましたね。もう一回謎解きしてここへ来なきゃいけないっていうのが。ライデン、投げつけた剣に雷を落とす。これで全て忍術揃ったんですね。はい。財布はちょっと減りましたけどね。じゃあね、時間も来たことなんで、今回の授業はね、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。